シャローム。ウクレレフレンズの皆さん、こんにちは。ウクレンチャンネルのレンです。今日も動画に遊びに来てくださってありがとうございます。はい、ということで今日は森山良子さんの名曲灘草々をエンヤの 25D で久しぶりに弾いてみました。イエーイ。はい、アレンジはですね、こちら、じゃん。ソロウクレレを誰でも弾けるようになる本から佐藤雅也さんのアレンジで弾かせていただきました。いやー、めっちゃいいアレンジですよね。やっぱりめちゃめちゃ気持ちよく弾かせていただきました。今日はこの灘草々についていろいろおしゃべりしていきたいと思っております。それではフリートークいってみましょう。 GO!美味しい、染み渡る。今これね、ミントティーを飲んでるんですけど、夫の熊五郎さんとね、子供たちがミントを植えてくれて、ベランダに。でこの夏すっごいたくさん収穫できたんですよ。でフレッシュミントティーで楽しんで、で今はですね、たくさん取れるうちにいっぱい取ってあったのを乾燥させてドライの状態にしてちょこちょこ入れて楽しんでおります。あのね、私ミントティー大好きで、コーヒーとか紅茶も大好きなんですけど、ミントティーはね、確か鎮静作用もあるらしくて、私ね、割と次の日楽しみなことがあったりすると寝れないタイプだったりあとね、その日すごく興奮しちゃったりすると、なんかこういいウクレレを触っちゃった日とかですねそういう日はかなり興奮して、目がギンギンに冴えちゃって、なんか心臓もバクバクしちゃったりするんですけど、ミントティー飲むとね、スッと寝れるので、そんな夜はミントティーを楽しんでいるんですけども、すごいおすすめです。だから疲れてる方ね、今飲んだからもう本当に今体の体温がこう上がって、なんとなくちょっと眠くなって、はい、冗談はさておき、灘草々の話行ってみたいと思います。ですね、久しぶりにこの 25D 出してきたんですけど、すごいまろやかな優しい音で、灘草々と結構マッチしてたんじゃないかなと思います。で私ね、演奏動画上げるときは、ここ最近は割と後からガレージバンドっていうアプリを使ってリバーブを少し足したりとかしてきたんですけど、今日の動画はもう撮ったままのそのままの音声で出してますので、よりこう生っぽい、聞いたままの音がね、伝わってるんじゃないかなと思います。購入検討されてる方は今日の動画の演奏ちょっと参考になっていれば嬉しいかなと思っております。そう、それでね、この今回灘草々をね弾いてみて、すごくね、いろんな発見がまたあって、やっぱこの教則もすごい私気に入ってるんですけど、一曲一曲にかなり学びがあるんですよ。だから本当に一曲一曲取り組んで、真剣に取り組んでいくと、
なんか上達できた感がね、味わえてすごく気に入ってる本なんですけど、リンク下にありますんで、ぜひぜひね、気になる方はゲットしてみてください。1と2があるの、赤い表紙ので、私は1を使ってるんですけど、そうそうそう、いろいろねあったんですよ、ポイントが。そう、メロディーがね、こうプツプツ聞こえないように、こう音を切らないように次の音に行ってみるとか、そういうところをね気をつけながら弾いてみたんですけど、ちょっとねやっぱりできてないところもまだあるなっていう感じなんですけど、あとね、オブリガートっていうのが出てきたんですよ。これね、確かアロハオエの時にも出てきたんですけど、オブリガートってメロディーでもなく伴奏でもない装飾音のことを言うらしいんですけど、いわばおかずと呼ばれるものらしいんですけれども、それがですね、タラタラタタタ、ここに出てくるの、サビのところの途中に出てくるんですけど、この途中にあるテレテレテレっていうのがオブリガートっていうアレンジっていうのかな、弾き方なんですよね。で、これが入ることによってね、かなりリッチな雰囲気になりますよね。すごい切ない感じのオブリガートが入ってきて、めちゃめちゃ素敵なアレンジだなと思いました。あと最後のところ、繰り返しのところ、ここので折り返して2回やるんですけど、1回目は割とねしっかり弾いて、2回目はちょっと優しげに弾くということでですね、こうしっとり終わっていく感じが、もうなんともこの曲にぴったりのアレンジで、切ない気持ちになっちゃいました、弾いていて。いやー、なんかウクレレに合いますね、やっぱり沖縄の曲って。なんでも森山良子さんがビギンと何かで共演した時かな、意気投合して、それで楽曲の依頼をしたんですって。そしたら、その当時はまだデモテープっていう、本当にカセットテープでBEGINから送られてきて、題名が灘蒼蒼って、このタイトルだったんですって。沖縄で灘蒼蒼って、涙蒼蒼って書いて灘蒼蒼って読むんですよね。で、それは涙がポロポロっていう意味らしくて、で、そのタイトルと曲を聞いた時に、森山良子さんのお兄さんがね、若くして亡くなっておられるらしいんですけど、そのお兄さんのことをね思い浮かべて、で、お兄さんの思いを歌詞に乗せて歌われた言わずと知れた名曲でございます。で、同じく沖縄出身でしたっけ、夏川りみさんもこちらの曲ね、カバーされて大ヒットしましたよね。あと映画の灘蒼蒼を見ました。もう超切ない映画なんですけど、あの映画も大ヒットしたから、この曲はねすごく日本人にとって馴染み深い曲だと思います。で、この曲ってなんとハワイでもカバーされているのご存知ですか。私もね、ウクレレを始めてから知ったんですけど、ハワイのミュージシャンのケアリー・レイシェルさんがこの曲をですね、すごく惚れ込んでカバーされてるんですよね。ハワイ語の歌詞をつけて歌われてるんですけど、もうそれがね、めっちゃ素敵で、確か YouTube にあったと思うんで、アイマークの方にリンク貼っときますので、ぜひ飛んで、ご覧になってください。すごい素敵なんですよ。なんでも、来日した際にラジオからこの曲が流れていて、それですごく心打たれちゃって、ハワイ語に自分で歌詞をつけてカバーされたらしくて、原曲の森山良子さんの作詞は、亡きお兄さんを思って書かれてるんですけど、キアリー・レイシェルさんは亡きおばあちゃんのことを思って書かれてるんですって。
素敵ですよね。でそのカバーした曲の題名がカノホナピリカイって読むのかな。でなんとその曲がですね超ヒットしたらしくて、ハワイでも。でその曲が収録されているアルバムがあのハワイのグラミー賞と呼ばれるナホクハノハノアワードの7部門を受賞したんですって。すごくないですか、7部門の受賞ですよ。で中でもナダソウソウのカバーはソングフォーザイヤーに輝くなど大ヒットしたらしいんですよ。すごくないですか。それで今もフラでも大人気の曲なんですって。日本の南の島沖縄で生まれた楽曲が海を越えて太平洋の南の島ハワイでたくさんの人の心を動かす曲として評価されたっていうのはすごいなと思って、ね、海を越えてもやっぱり大切な人への思いとかっていうのは人間として通じるものがあるのかななんて思ったりして、すごいますますこの曲が大好きになっちゃいました。私もこの佐藤雅也さんのアレンジね、なんとかもうちょっと弾きこなして、ね、できればアンプして大切に弾き続けられたらいいなとすっごい思わされました。いやそれにしても皆さん、10月16日土曜日は金木犀祭りアゲインにたくさんのご参加いただいて本当にありがとうございました。ウクレレフレンズさんたちのおかげでめちゃめちゃ盛り上がった祭りとなってすごく楽しませていただきました。あそこまで広がるとは思っても見なかったので、すごいねフライング投稿からバン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 毎日毎日演奏が上がっていてすごく楽しいね1ヶ月近く過ごさせていただきました。じゃあ来年ね1月22日にジャズレレ祭りね今度私開催したいなと思っておりますので、これからクリスマスの曲を練習してその後ジャズすぐ弾けるようにクリスマスの曲とジャズ両方ね練習していこうかなと思っております。それでは今日も最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければグッドボタンそしてチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回のウクレンチャンネルでお会いしましょう。じゃあねバイバーイ。